皆様、ボンジュール。今でも時々、イタリアのユーロスターとして走っている、銀様です。え、銀ちゃん、どういうこと？なぜかたまに、駅の出発案内に、表示が出るんですよ。それはともかく、私たちは今、ベルギーのブリュッセルにいます。ゆっくり過激団は、ドイツから、ルトラン伊勢こと、ICE で、ベルギーまで移動してきました。今日、3つの列車を乗り継ぐ長旅は、まだ第1段階が終了したばかり。まあ一番の問題が、無事片付いたから、あとは、心理的にも余裕なんですけどね。いつもはどこかしらで故障して、終点まで走りきれない、リアル愛ちゃんが、なぜか最後まで頑張りました。私たちは、ここブリュッセルで列車を乗り換えて、さらに北西へと移動していきます。次の目的地は、イギリスの首都、ロンドンです。イギリスへ行くのは、随分久しぶりに感じるね。実際、最後に行ったのが、2019年末だから、だいたい、4年ぶりになるな。私たちはいつも、イギリスまで、飛行機を使っていたのですが、今回はせっかくですから、国際列車、ユーロスターで、現地入りをすることにしました。でも、これからの行程も、めちゃくちゃ不安なんだよね。いつもなら遅れるはずの ICE が、なぜか帝国に、ブリュッセル南駅に到着しちゃったから、明日の天気が心配だ。この時期、雨は普通ですよ。ましてや、最終目的地は、イギリスの北、スコットランドなんですから。じゃあ、これから大雨が、突然来る可能性もあるね。それよりも、あり余った、乗り継ぎ時間の方が気がかりだな。ドイツからの ICE は、絶対遅れるか、どこかで故障すると思って、ブリュッセルでの接続時間を、3時間半も取っちゃったんだ。途中で運転を打ち切ることも考えて、いくつも大体ルートやプランを用意してたけど、どれも使わなくて済んだのは幸いでした。Tちゃんお手製の、バックアップノートにびっしりだったね。最悪、フランクフルトを出発する時点で ICE が運休だったら、ユーロスターそのものを諦めて、飛行機でイギリス入りするプランも考えてたんだよ。これから乗車する、イギリス行きの国際列車、ユーロスターは、乗車が少し特殊です。ヨーロッパ域内を走る、通常の特急列車と違い、直前に乗り場に行っても、乗車ができないのです。飛行機と同じように、前もってチェックインをして、構内の待合室で、30分から1時間ほど待つ必要があります。事前改札の締め切りは、出発時刻の45分から30分前まで、それ以降は、改札を通ることすらできません。しかもユーロスターは、完全予約制で、運転本数も少ないですから、乗り遅れたと言って、すぐ次の列車に乗るわけにもいきません。予約した列車に、何としても遅れたくない僕たちは、ブリュッセルでの乗り継ぎに、4時間近い余裕を持たせていたのでした。ドイツからの ICE は、いつもなら1時間ぐらい、いやそれ以上遅れるので、これでちょうど良くなるはずだったんです。ところで、私たちの動画をご覧の子猫ちゃんは、そんなに早く着いちゃったんなら、さっさとその乗車手続きをして、のんびり待ってればいいんとちゃう？と考える方がいるかもしれない。しかし、ユーロスターは、各列車の、出発2時間前からしか、乗車の手続きを受け付けていない。つまり、現時点では、まだ時間が早すぎて、切符を持っていても、改札を通れないのである。なので、ユーロスターの改札が通れるようになるまでの間、ブリュッセル駅で見た、面白い列車を軽くご紹介しましょう。ベルギーの鉄道は、快速列車に、電気機関車が引く、客車列車が多く用いられています。人口が多い、ブリュッセルの近郊では、2階建て車両が主に使われますが、昔ながらの1階建て客車も、数多く走ります。こうした客車たちを見ていると、奇妙な編成を組んでいる列車が、時折目につきます。1階建て客車の編成に、数両、取って付けたかのように、2階建て車両を挟み込んでいるんです。編成がデコボコで揃ってない上に、その2階建て客車は、1両に3つのドアがある、またまた奇妙な外観をしています。というと、なんとなく察しがついた方もいらっしゃるでしょう。その通りです。ドアが3つある、2階建て客車は、1つだけ、床の低い、1階部分に、扉が設けられています。これによって、高さが低いホームから、段差なく乗り降りできるようにしたのです。通常の客車は、床が高くて急なステップがあり、バリアフリー設備もありません。
ですので、低床ドアと、車内に専用の設備のある、2階建て客車を組み込んで、手軽にバリアフリー対応列車にしていたのでした。奇妙なデコボコ編成は、車両の組み替えが簡単な、客車の利点を活かした、利用者に優しい列車だったのです。それからベルギーは、意外にも、釣りかけ大国。ブリュッセルには、1975年製の、古い釣りかけ電車が、時々姿を見せています。この電車は、モーターのコントロールに、ヨッパ制御が採用されていて、制御装置と、モーターから、それぞれ特有の音を出しながら走る、面白い列車です。それに加えて、地方路線には、前回少しだけ触れた、2両編成の、ローカル釣りかけ電車が、元気に走っていました。こちらは、1962年に製造が始まった車種です。半世紀前の車両ながら、車内は綺麗にリニューアルされて、ドイツとの国境に近い、山間部などを疾走しています。本当に、疾走、なんてできるんか？この子、意外と速いんですよ。最高速度は、時速140キロまで出します。古い車両ゆえに、冷房がないですから、夏は早く走ってくれると、客室には涼しい風が、爽やかに。いえ、正確には、車内に暴風が吹き荒れていました。そのせいで、せっかくの釣りかけサウンドが、全然聞こえなかったんだよな。それでは時間になりましたので、ユーロスターの乗車手続きを始めることにします。改札自体はとても簡単で、改札機の読み取り装置に切符のバーコードをかざすだけ。続いて、荷物検査と、ベルギーの出国審査、そして、イギリスの入国審査があります。こうした一連の手続きが行われる場所は、すべて撮影禁止です。ですので、改札から、イギリスの入国審査までが済んだ後の、待合室から、お話を続けさせていただきます。ついでに申しますと、ブリュッセルで行われる、イギリスの入国審査は、以前は審査官がいて、いくつか質問をしたり、滞在先などを書いた、入国カードをあらかじめ用意する必要がありました。しかし現在は、パスポートをかざすだけで、審査が完了する、自動ゲートが整備されています。でも私のパスポートは、なぜか連続でエラーが出てしまい、結局以前と変わらない、審査官のブースに呼ばれちゃったんだけどな。ICE が順調だった分、運を使い果たしちゃったか？それにしても、ユーロスターに乗るのは、随分久しぶりだよな。記録をたどったら、約6年ぶりだそうです。3年ぐらい、イギリスに観光の渡航が難しかったとはいえ、そんなに長いこと乗ってなかったんだ。ユーロスターより、飛行機の方が便利で安かったから、ついついそっちを選んじゃってたんですよ。空港は搭乗時間まで専用のラウンジが使えるしな。今回のユーロスターでは、ラウンジなんてものはありませんが、ブリュッセル駅の共用待合室も空港のような雰囲気です。以前は長い椅子だけが並んでいた殺風景な場所が大幅に改装され、空港を思わせる大きな免税店が出現していました。やがて、列車への乗車案内が開始され、待合室のお客さんは、一斉に乗り場に向かい出します。ホームへ通じるエスカレーターを上がると、そこには、以前と変わらない、ユーロスターの列車が、私たちを待ってくれていた。今回お世話になるのは、クラス373、おなじみの、ローズ姉ちゃんである。国際特急、ユーロスターが運転開始した、1993年から走り続けている車両で、現在は D300 という愛称が与えられています。以前はロンドンとフランスのパリ、そしてベルギーのブリュッセルを結ぶ両方の路線で活躍していましたが、2015年に新型車両のクラス374型が登場。新しい列車は定員が150人も増加したため、需要の多いパリ線を新型車に譲り、クラス373型、D300 は、ブリュッセル線を、主に担当するようになりました。本物のローズさんとは、6年ぶりの再会ということもあり、時間の許す限り、記念撮影や、車体を眺めたいところですけれど、ユーロスターは、セキュリティが厳しく、あまりホームに長居ができません。でも、できるだけ時間をかけながら乗り込み、僕たち全員は、席に収まりました。私も久しぶりの再会だったから、車体が見えた瞬間、ちょっと視界が滲んじゃいました。ゆっくりさんほどじゃないけど、ゆっくりは、
本当に泣いてたもんね。目が真っ赤でした。余計なことは言うな。ベルギーは暑くて、目からも汗が出ただけだ。気温、5度ぐらいでしたよ。しかし、本当に嬉しかったな。この車両に、また乗れるとは思わなかった。なぜならユーロスターは、2020年から突如、苦境に立たされていたからだ。その原因は、言うまでもなく、あのパンデミック、ロックダウンにより、イギリス、フランス、ベルギーの各国では、自由な行き来が制限されたため、ユーロスターの利用者数が、激減してしまったのだ。2021年には、輸送人数が、2019年までと比べ、なんと 1% にまで減っていた。1% 減、ではなく、1% に減ったのである。お客さんがいないので、運転本数は、1日に往復程度にまで削減。それでも列車が主に運んでいたのは、人間ではなく、空気だったそうだ。そのせいで、ユーロスターの運行会社は、巨額の赤字を計上し、イギリスやフランスの政府に、援助を求めた。同時に、赤字削減策として、通年運転ではない、南フランスなどの、リゾート路線を完全廃止し、利用者の少なかった、中小の駅からの撤退。そして、保有する列車の数を、削減することも考えられていた。となると、真っ先に候補に上がるのは、輸送人数が少なく、長い年月が経っている、クラス373型だ。全く身動きが取れなかった時期、私は、もうあの列車に、二度と乗れないのではないかと危惧していた。けれど、人々の移動が再開されると、ユーロスターの利用者も回復。また、2019年以前の需要にまでは、戻っていないものの、車両たちは削減されることなく、イギリスと、ヨーロッパ大陸の間を、再び往復し始めたのでした。私たちが乗る列車は、14時52分発の、ユーロスター、9141号、ロンドン行きです。出発時刻の2分前に、ドアが閉まり、いよいよ列車は、イギリスに向けて、動き出します。と、言いたいところですが、ここで、私たちの旅で付き物の、トラブルが、ようやくお目見えしました。列車の出発準備は、時間通りに、滞りなく完了したのですが、信号が、一向に青にならないのです。いつもは必ず、遅れかトラブルが起きる、ICE が、終点まで順調だったしわ寄せが、ここに来ましたな。やっぱり、運を全部使い切っちゃいましたね。列車が出発しない理由は、西に95キロ離れたフランスの町、リールにありました。実はこの時、ユーロスターも停車する、リール駅の構内で、不審物が見つかり、警察や消防が対応に当たっていたんです。駅の構内はすべて封鎖され、線路も一時、全面通行禁止になります。そのせいで、駅に停車する列車はもちろん、通過列車までもが、付近の線路上で、足止めされてしまいました。しかも、ユーロスターが止まるリール駅は、ベルギーとフランス、そしてイギリスの3カ国を結ぶ、高速区間内にあります。ですから、TGV、タリス、ユーロスターなど、この線路を走る、すべての高速列車が、運転を見合わせることになってしまいました。幸い、リール駅での不審物騒ぎは、発生後、数時間で解決。構内の立ち入り規制も解除され、私たちが乗る、ロンドン行き列車が出発する頃には、運転を再開していました。けれども、線路上で止まっていた、いくつもの列車を、少しずつ動かしますから、すぐに正常運転には戻りません。この影響を受けて、ブリュッセル発のユーロスターは、しばらく始発の駅で、待機がかかっていたのでした。最初の案内では、10分ほど遅れての出発、と放送されましたが、10分経っても、20分経っても、一向に動く気配がありません。そのうち、私たちが予約した、スタンダードプレミア席では、お食事のサービスが始まってしまいました。ユーロスターには、3つの座席クラスが設定されています。普通席のスタンダード、一等席のスタンダードプレミア、そして最上級クラスのビジネスプレミアです。普通席相当のスタンダードは、左右2列ずつの横4列配置。スタンダードプレミアとビジネスプレミアは、共に1列と2列席が配置された横3列シートです。プレミア、と名の付く2つの上級クラスは、座席そのものは変わりません。
しかしながら、ビジネスプレミアの方は、乗車に関する制限が緩く、いくつかの優遇制度が設けられています。駅構内では、並ばずに改札を通れる、優先レーンが整備され、待合スペースでは、専用のラウンジが使えます。さらに、出発前の改札は、発車時刻の15分前まで受け付けています。乗客は、ビジネス利用を想定していますから、出発直前まで、列車の変更、キャンセルが、手数料なしで可能です。そして、車内では、お食事サービスが、豪華になっています。シャンパンがついたり、コース形式になっているんですって。ただその代わり、割引運賃が、一切ありません。ブリュッセル、ロンドン線ですと、片道のお値段は、一律373ユーロ、6万円に固定されています。乗車時間が長かったり、グランクラスのような、特別シートならば、普通の旅行でも、選択肢に入ってくるかもしれませんが、たった2時間で到着し、座席も一等席と変わらないユーロスターでは、僕たちにとって、コスパがいいとは言えません。2時間で料金6万円って、だいぶ割高に感じるよな。ユーロスターより、2時間も長く乗れて、2万円も安い、東京、新函館北斗間の、はやぶさグランクラスが、リーズナブルに思えてくる。その点、スタンダードプレミアは、時間によって、料金が変化し、早割制度も設定されています。安い分、ビジネスプレミアにある、各種の優遇サービスはなく、列車の変更やキャンセルには、制限がありますけど、早めに予約をすれば、料金は100ユーロ台から設定されています。座席も、一等席相当の、ゆったりシートですから、私たちは迷わず、こちらを選んだのでした。スタンダードプレミアでも、簡単ながら、車内でお食事サービスがありますしね。でもこれは、通常なら、走行中に実施されるサービスです。列車が一切走ってない中で、ご飯をいただくって、普段ならまずない状況で、逆に新鮮です。でもこれ、いつになったら動くんだ。そのうち、お食事タイムも終わり、食後のコーヒーも飲み終わり、トレイまで回収された頃、ようやく列車は、ブリュッセルの駅を出発しました。時間は3時40分。最終的に、およそ45分遅れの出発です。ロンドンまでは、途中、先ほど不審物騒ぎがあった、フランスの、リールにだけ停車します。帝国なら、イギリスまでの所要時間は、およそ2時間です。でもまだ線路上の渋滞は、完全に解消されていないでしょうから、おそらく、徐行区間が発生して、ちょっと長引くかと思います。久しぶりのローズ姉ちゃんに、3時間も乗れるんだから、私は全然構わないぞ。でもその代わり、最終目的地の到着も、遅くなりますけどね。まあでも大丈夫。最悪、6時までにロンドンに着ければなんとかなります。ちょっと待て、今4時前だぞ。ロンドンの到着後、ホームでユーロスターの車両を眺めたいんだけど、時間がほぼないじゃねえか。それに、乗り換えで少し歩かないといけないから、かなり時間はタイトになってるんじゃ。ゆっくりさん、それは、だからお前は、いつまで経っても成長しないな。うるせえ、私はローズ姉ちゃんと一緒で、永遠に17歳なんだよ。果たして私たちは、きちんとロンドンまでたどり着けるのか。その答えは、次回へ続きます。久しぶりの、トラブル出現の旅にお付き合いくださり、ありがとうございましたStemming Essen, Amsterdam Centraal, Boom. De eerstvolgende halte Essen.